圧を一気に上げる。はい。バッバッと。そう、一気に上げたら、はい、いつまでも荷重を残すんじゃなくて、はい、抜いてやる。こういうこと。なるほど。ちょっと、すみません、甘かったですね、全然。ね？はい。本当に嬉しくて。ああ、よかった。テリー出演の車の話始まりました。はい。今日もね、コースに来てますけども。そうですね。暖かくてね。いいですよね。はい、本当ですね。もう春のね。今日は何やるの？今日は。はい。今日ですね。はい、千葉県香取市にあります浅間台スポーツランドへ来ていますので、はい、この場所にふさわしい企画、題してドリームレッスンを行いたいと思います。ね、お世界中の男ですね。そうですよ。はい、そうですよ。こんな褒めても何も出ない。で今日はねこちらにね。そうなんです。はい、あの学校対抗ルーツ車の話杯に出場していただきました学生の皆さんから、はい、土屋圭一さんに聞きたいことを募集したんですね。はい、そこで土屋さんにはその質問を実践を交えながら、うん、今節丁寧にお答えいただくと、はい、そういった企画になっております。はい、で今回ですね、実践の際に使用する車はこちらになります。はい、ウィマックス GR86 ですね。うん、ウィマックスさんのね、はい、お借りしております。これ俺たちは土屋さん一度乗ってないんですよね。これは初めて見ましたね。そうですよね。はい、ノーマルはいっぱい乗ってますけどもね。うん、あ、そうですよね。こういういじってる車はなかなか、うん、ウィマックスさんのは初めてです。あ、そうそう。はい、これそれこそ初見じゃないですか。うん、初めて乗るっていうのはどうなんですか。まあ、タイヤ4つついてるからね。関係ない。一緒です。あ、そうですか。さすが、はい、さすがですね。さすが。はい、じゃあ早速いっちゃいましょうか。はい、じゃあまず最初にご質問いただきました方をお呼びしたいと思います。はい、横浜国立大学高橋力也さん。はい、ちなみに高橋力也さんからですね、高速域からの曲がりながらのブレーキングのコツということで、お題をいただいてるんですが、うん、改めてちょっとね、どんなとこが聞きたいのかご説明をお願いします。はい、高速域からのブレーキング、例えばこうスクーバーのこう最終の手前とかバーって行って、であそこってまあそれなりに減速しないといけないじゃないですか。うん、で僕、まあ、ゲームの話なんですけど、うん、こういつもつるっとなっちゃうんで、はいはい、そこをうまく行く方法があったら。スクーバーの最終コーナーのブレーキングとか、はい、富士スピードウェイ の100R の入り口、はい、そうですね、はい、ああいう感じだよね。そうです。だから G をかけながらブレーキングは残す、はい、ああえ、ゲームでスピーしちゃうの？まあうまくいったりいかなかったり半々ぐらい。ゲームだと俺全然わかんないけど、はい、実車だと実車でスピンするっていうのは高速域で、はい、実車でスピンするっていうのはステアリングを切ってからスピードが高いから、はい、ブレーキが強いとリア荷重が抜けてスピンするっていうのが、まあ、普通だよね、はい、我々の。実際やってもらいましょうか。はい、実際ね、強すぎるとスピンする、はい、ところから見ましょう。怖いよ神様じゃあこの内側に見てみますか。上の方見えるかな。普段は家の車って何、はい、家の車は最近アバルトになりました。アバルトいいじゃん、はい、そんなもう本当飛ばしたりしないんでお仕事中でご仕事中でさあ、土屋さんお願いします。さあ、行くよ。はい、ちょっと見せようとしてますね。はい、強すぎるとスピンする。高いところから見ましょうか。
いやだから普通の人っていうのは、うん、ブレーキの液圧をこう上げられないの、うん、こう普通の人って45度ぐらいの液圧なのブレーキの、うん、そこの違いを高橋さんどうでした。いやもうちょっと全然違いました僕の知ってるスピード域じゃなかった、ねうん、どうですか実際なんか参考になりました。いやものすごい参考になりました。僕はちょっと相当ビビってたなっていう分かったんで、うん、でもすごいね。でもいい経験だったんじゃないですか。いやもう本当に嬉しくて、うん、あーよかった。ブレーキングっていうのはもうスーッてかけるんじゃなくて高速域からタイムを詰めるってなるともう瞬間的にドンってかけてもう荷重を逃がしちゃう。でいつまでもドンっていうブレーキを残しておくと、はい、スピンする。よかったですか。もう最高です、はい、もっと昔から土屋さんあのビデオで見てた、うん、感動ですね。あとであの土屋さん1万円くれますからね。ありがとうございました。では続いての質問の学生さんご紹介します。千葉工業大学西野拓也さんです。よろしくお願いします。はい、はい、どうぞ質問でしょうか。360度ターンの、うん、タイヤ滑らせながら多分曲がっていくと思うんですけど、それでグリップ回復させて脱出していく時のどういう感じにやったらいいのかなっていうのが一番気になって。ドーナツターンはできる。ドーナツターン、じゃあドーナツターンからいくよ。はい、こうパイロンがあるでしょ、はい、車止めるでしょ、はい、左にハンドル切るでしょ、はい、このハンドル切ってる時に回転を6000回転上げる。6000回転上げたらクラッチを一気に離すとエンジンがストールする。だからクラッチを離したと同時にアクセルを踏み込む。そうするとこう回り始めるから、回り始めたらアクセルをこうコントロールしてやる。5000回転から6000回転ぐらいでコントロールしてやるとぐるぐる回ってる。これはすごい簡単。それどうですか今理解できました。なんか若干理解できたような。でもなんか言ってよ。いやいやでも、いやでも実際に乗ってみないとやっぱり分かんないところってあるなって。ハンドル切ってサイドブレーキを引いたらすぐ下ろす、はい、下ろしてアクセルをすぐ入れる。あで今みたいに一つのコーナーで練習するとできるようになるから。はい、ね、分かりました。はい、うん、いいですか。大丈夫です、はい、ありがとうございます。よかったです。お悩みね、一つ解決しました、はいはい、さあ続いての、はい、続いての質問はですね、立教大学の川越さよさんです、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。車は何。車 C クラスです。メルセデスベンツの。メルセデスの C クラス乗ってんだよ。いいじゃないですか。もうその時点で質問に答えるのやめましょうよ。そうじゃないですよ。なんでベンツ乗れるんですか。あのもともとお家の車が C なんだ。はい、あそうか、C でドリフトとかジムカーナーとかもったいないよ。でもいいよね別にね。何台も持ってんですよ家に。 4,5 台ベンツ。何台もあるの。いやそんなないね。どんな質問でしょうか。私はジムカーナーの経験がまだ 2,3 回しかないんですが、うん、スラロームやるときにいつも大回りになってしまって、うん、どこを走るのが一番速く走れるのかなっていうのを。パイロンがこうあるでしょ。はい、パイロンのここに向かっていけばいい。はい、で次のパイロンのだからこのパイロンを通り過ぎた後の角度が大事なの。ここに向かう、はい、もうこうたこっちゃうと打角が全部大きくなるから、このパイロンに関して回ったら次のパイロンに対してどこでハンドル切って向きを変えたらここに向かっていくかっていう、このここの角度が重要。ここ曲がった後の角度が、はい、でここにノーズが入っていったらもうそこでアクセル入れて立ち上がらないと。わかりました。わかりました。わかりやすいんだもん。説明の仕方がとてもわかりやすい、ね、でも確かに膨らんじゃう。そうそう、あとあれないですか、それこそあのなんか小さい車とまたベンツなんかファミリーカーじゃないですか。いやでも C は運動性能めっちゃいい、うん、いいですか、うん、ものすごく運動性能がいいから、だから結構重いわけよ C って言っても、うん、だからその重さをこううまくアクセルを踏んで抜いて踏んで抜いてってこう動かしてるのリアを、はい、だからハンドル切っていくでしょ、アクセル入れるでしょと
FR だからリアが沈み込んでこう曲がろうとするから、はい、曲がった時にアクセルポンって離して次のハンドル切ってるともう向きこう変わってくれるから、はい、それをねその動きを利用するの。 C はね1500キロぐらいだからその重さをうまく使うの。後ろを動かすアクセルを抜くと動くから。だけどその時にちゃんとこうハンドル切った時に抜かないと向き変わらないアンダーしか出ない、はいね、そういう練習してみて。セダンですか。いやワゴンです。ワゴンだ、はい、ワゴンだったらもっと動く分かりやすく、はい、ワゴンは本当分かりやすい。まあいいですよね。もうこうやってスラロームやってアンダーしか出ないんだったらこうやった時にアクセルポンって抜くとスーッて向きが変わる。はい、その練習してみて。はい、いいですか。はい、はい、ありがとうございました。はい、ね、ね、でもなんかあれですよね、こうやって学生さんがねこうやって質問してくれるってのは嬉しいですよね。そうだよね。だからやっぱこう千葉工業大学の立教もさ、はい、やっぱ慶応義塾やっつけるぐらいにさ、ちょっと成長してよ。ね、もう西野君ちょっとオタクっぽい感じがするから、ね、また逆にこれがいいですよね。いや、いいですよ、いいですよ、いいですよ、本当に。どう、川越さん、オタクっぽい？いや、オタクも人という才能だからね、頑張ってほしいですよ ね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。